思います。さあ、さらに新ジャンルのカルタ1個発表しておきましょうか。ですね、夏ということもありまして、ペンネームのけものがかり、ゆるい恐怖カルタ。ね、夏、ゆるい恐怖カルタ。怖い話が苦手な人でも大丈夫な程度の怖い話、怖い話を読むカルタ。誰もいないはずの音楽室から、キャリーパミュパミュの忍者リバンバンの音色がっていう、あんま怖くねえな、忍者リバンバンっていう、そういう感じ。一番怖いレベルで、私メリーさん、今、岐阜羽島にいるのっていう、結構あんな、しかも光も望みも止まんねえから、移動もめんどくせえしな、みたいなところ、これが限界っていうやつですね。私綺麗とマスクを外したその下に、リリコクリソツの顔がこれぐらいのゆるい感じの恐怖のカルタということで、実カルタにチャレンジする来週のカルタ発表しておきます。夏ゆるい恐怖カルタ。どうですか、この憎い演出ですよ。実カルタも、そしてこの夏、ゆるい恐怖カルタもテーマ曲を吉幾三で統一する。でしかもこういうことを言うと、どうせ台本があんだろ、やらせだろって思うでしょ、思って鬼の首を取ったように言う方いますけども、カルタカルタが勝ち抜いた場合はテーマ曲の方をモダンチョキチョキズのお化けの九太郎にしてくれっていう、そこまで考えてましたから。だから実カルタが勝った場合には、なんでしょうね、あの同傾向の対決とでも言うんでしょうか、甲子園で言うところのね、長崎と石川の開成対決みたいなことで、吉幾三でくくってみました。さあ、これ先週から加わった新カルタなんですけど、まあ、夏っていうことで、当たりもすごくいいんで行ってみようということで、怖い話っぽい書きっぷりなんだけど、ゆるいなっていう、怖くねえなっていうカルタですね。例題いきます。ペンネーム、ミジンコ35。あ、雨の夜このトンネルを車で通ると、運転手のいないでっかいレッドブルの缶を乗せた車に追いかけられるらしいよ。霊柩車なら怖いけどな、霊柩車なら怖いんだけど、あれだよな、確かに人がいないのは怖いんだけども、尋常じゃねえのあの車かっていうね。例題もう一個、ペンネーム小袋、小太りクロちゃん、略して小袋。お分かりいただけたら、お分かりいただけたであろうか、記者会見するトム・クルーズの後ろに戸田夏子の姿が。普通じゃねえ。このイメージはビデオを一回巻き戻して、最初さーって流れたんだけど、もう一回ビデオをゆっくり見たところで、お分かりいただけたであろうか、記者会見するトム・クルーズの後ろに戸田夏子がっていうところで、戸田夏子がいるんだよ、あの人いるんだよ。多少大丈夫かって役をしながらもいるんだよ、ね。ということで、夏ゆるい恐怖カルタは募集はあ行になります。さあ、対してチャレンジャーのカルタです。夏ゆるい恐怖カルタ。まあ、どんな感じかはまあ読んでみると分かりますけど、ペンネームハルーテイイお肉。あ、赤い斑点着せましょうか、赤い斑点着せましょうかと呼ぶ声に、はいと答えると、カープの応援斑点を着せられる。カープ女子ですよね。丸を一生懸命丸を一生懸命応援するんですよね。ペンネーム釧路ダンディ。あ、合わせ鏡を夜中全裸で覗き込むと、そこには幾千もの包茎チンポが。お前包茎なんじゃない。どれを見、一個だけ向けてる、キャーじゃねえよ。よかった、牛蜜時に三面鏡にポコチン映すと一個だけ負けてるんだっけ、なんだっけ、そんなやつあって、そんな怖い話あったよね。
ペンネームみじんこ35。あ、歩いても歩いても同じ場所に戻ってきてしまう。だってこの焼肉ゆうこりんの看板さっきも見た。目印がね、目印がお地蔵さんだと多少怖いんですけど、焼肉ゆうこりんでまだあるんだなんて話して、しばらくこうやって歩いてから焼肉ゆうこりんの看板見て、あーこの辺いっぱいあるんだこの焼肉ゆうこりんなんて思って、待てよなんつって、これゆうこりんの鼻の穴のところに画鋲を刺されてる、刺してる位置も全く同じだぞ、俺たち変なゾーンに迷い込ん、あんま怖くねえんだよねやっぱな。ペンネーム新魔球スラグか。あたしメリーさん、デジタルカメラについてのお問い合わせの方は一応だ。なんで向こうからかけてきてんだ、あとお前何なんだよ。それ以外の製品についてのお問い合わせの方は2位なんだろうな。なんでしかもそのアナウンスの途中に押していいルールを知らなくて損した感すげえあんだよな。アナウンスの途中でもうデジカメなんだから全部聞かなくてももういちいち押し反応したんだよ。なのにメリーさん言ってくんねえから待っちゃったんだよな。でもその私メリーさんより先にそのなサービス向上のために録音させていただきますもう言うから、あるから始まらないですけどね。ペンネームレアルマドリーの6番、あ、 IT 版お百度参り、わら人形アプリを起動させてから恨みを持つ同級生の顔をタッチパネルに表示させて呪いを込めてトン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 と画面をタップしてください。呪えねえんだよ、全然呪えねえ。何気軽にトントンしてんじゃねえよ、トントンじゃねえよ。トスラッシュしちゃって違うやつ呪っちゃったりするんだろ。トントンするつもりあーっつって隣行っちゃって、ペンネーム大きいサイズ、いちいち LINE で報告してくるメリーさんがうざいので即ブロック。メリーさんも飽きさせないようにスタンプみたいのすげえいっぱい出し、ペンネームみじんこ35、い、田舎の民宿でバイトすることになったんだけど、なんか嫌な感じがするんだよ。とにかく薄暗いし部屋もジメジメしててさ、おかしいなと思って調べたらじゃらんでボロクソ書かれてる。湿度が高いのに平行しますだって。星一つだって。日当たりが悪くてカビ臭い匂いがします、星一つだって。冷静じゃねえか、マジで。まあ、このパターンはいっぱいありますけど、ラジオネーム砂漠のつくね、い、糸の中から毎晩悲しげな声で、1枚2枚3枚蹴るって。まあそれ悲しいだろうね、ある程度来た時にいろいろあってね。みじんこ35、1枚2枚、やっぱりお皿が足りない、ミッフィーの絵皿が1枚足りない。ペンネーム音とぎる、噂の首なし人形ってこの首のないガンプラのこと？ファーストの最終回の愛選手のポスターの、愛選手のポスターにも近く、もうその首がないまま立ち上がってビームライフルをズドンと撃ってるね、あの感じのね。ペンネームナウプレの車両、牛蜜時の音楽室を覗くとそこにはクリスタルピアノを弾くヨシキの姿が。ペンネーム同じくナウプレの車両、液晶テレビの最高画質 4K のモニターから這い出した貞子がこちらです。どうですこの美しさ、従来の貞子と比べるとエッジにギザギザがないでしょ。ペンネーム猫の島、映画番長皿屋敷ハリウッドリメイク版おけくん、歯のついたソーサーを投げて次々に人を殺していくんだって。全然もう意味変わっちゃってる。パート6あたりで井戸とかの設定もどうでもよくなり、ニューヨークの街中で皿を投げては人を殺しているだっておけくん。ペンネームいいね、
おばあさんが押している乳母車をすれ違いざまに覗いてみると、そこには赤ちゃんなどいないスーパーの買い物袋が。いやてかもうもはやスーパーの買い物袋すらない補助輪としての役目の人もいますからね。ペンネーム炭酸水。お、恐る恐る襖を開けると娘が何かに取り憑かれたようにエクストラバージンオイルをすすっていたのです。化け猫じゃないよね。もこみちファンか美容だよ。何か美容の、あの情報だね。ペンネーム家湯500杯。お、おばあさんが深夜の高速道路を猛スピードで走ってくる。川崎ゼファーにまたがって。活発なおばあちゃんね。活発な。ペンネームみじんこ35。お、俺を食うためにヤマンバがルクルーゼの鍋で湯を沸かしている。パーパーオレンジのでしょ、オレンジの重いやつでしょ、急にでしょ。ルクルーゼかババア。いやまあでかいの高いんだよねルクルーゼね。さあということで、チャレンジャーの方が作業という逆転現象が起きてるんですが、それじゃあ、早速その暫定チャンピオンのカルタから紹介します。夏ゆるい恐怖カルタ。さあ、家業です。ペンネームみじんこ30。か、体中びっしりお経を書いて右手にバラの花を持って言われた通りアルタマヘで待っているのですから。お化け云々の話ではないですけどね。でも怖いですよね。そういうサイトでそういうやり取りをしたのかな。昔ならテレクラですけど、だから一応メールで、今体中にビシロお経を書きまして、右手に約束通りバラの花を持って、アルタ前で待ってるんですけど、どちらにっていうね、ペンネームしけたつか、階段を一段一段数えながら登ったら、昼間は確かに1600段だったのに、夜中の今、1563段しかない。それぐらいの誤差は出ますよね。今日2度目ですし。ね、夜ですしね。ペンネーム新魔球スランカーか、壁から無数の手が飛び出して俺を捕まえようとするが、一本だけチンポ。しかも申請方形。壁からさ、おちんちんが出てるっていう図を想像するじゃん。壁からしかも無数のおちんちんが出てるっていう想像するじゃん。それで直感的に彼氏だったら自分、あ、彼女だったら自分の彼氏のチンポを当てられるはずっていう企画物の AV が浮かぶの俺だけ。見ちゃうんだよ俺ああいう、なんだろう、わかんないんだけど、ああいう、何このバラエティ感覚のやつってさ、なんだかわかんないけど、つい見て、見なきゃよかったと思うんだよね。笑いと絶対同居しないと思うんだよ。ラジオネーム、たなしの王、か、カッパに襲われ、シリコ玉を抜かれるかと思ったら、前立腺をコリ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 やってる。バカじゃねえ。ああ、カッパは怖いけど、カッパは怖いけど。ペンネーム、ウルトラマンキザ太郎、キ。今日も井戸からこんにちは、貞子温度でそそれそれ。もうテーマ貞子なんだよ、温度になっちゃったからね。ペンネーム田無の王、き、肝試しで廃墟の病院に入ったが、放置されていたクスコを発見し、俺らのテンションはマックス。ペンネーム花笑い、く、口は裂けているがそれが気にならないぐらいの爆乳。ペンネームみじんこ30。く、暗い夜道で前から女がとぼ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 歩いてきたんだけど、
すれ違う瞬間俺見ちゃったんだよ。その女8月なのにヒートテック着てたんだ。ヒートテックっていう単語がもう全然もう怖い話にならないね。ペンネーム父の名前はヒロシ。く口裂け女の口がみるみる裂けるクパーという効果音で。ペンネームコンロ。く苦しそうなうめき声を上げる人面相。でもパンティーをずらして見せられちゃそれどころじゃない。なるほどね。内ももにちっちゃめの人面相があったとしてさ、ね、あったとしてさ、それちょっと変なのいるんだけどって言ってパンティーこう自分でずらされたら、ごめんごめんそっちどうでもいい、まあ、今ごめんごめんあんま相談にも乗れないし全然どうでもいいわって。ペンネームオットどっこいく。苦しい苦しいといううめき声がその家の中から聞こえるんです。あと全部マシマシチョモランマという声も。二郎でしょ、二郎でね、浮かせに頼んじゃったんでしょ、すごい量の多いやつをね。ペンネームラッパーザキバチャ。警察官に顔がない女を見たんですと言っても返事がないどころかこちらを向きもしない。思わず肩に手をかけるとこちらを向いた顔が荒俣博士そっくり。これね、荒俣博士先生に久しぶりに会ったんだけどさ、この番組にやたら荒俣博士そっくりの女子高生とか出てくるからさ、何にもしてないんだけど先生がもう面白くてしょうがなくて。ペンネーム釧路ダンディ。こ肛門を合わせ鏡で見たのがたまたま牛蜜時でぎくりとするなんてことは今は携帯の写メがあるのでなくなりましたね。ペンネームおっきん。怖い話大会。最初の語り部は天竜源一郎さんです。いや聞こえねえんだよ。わざわざわざわ何なんだ、何がどこで起こってるのかが全然わかんない。ペンネーム本名 OK 寺尾正樹。この話は知人のお通夜で実際に起こった話なんですかね。そのお通夜に来日したばかりのオスマン・サンコンさんが来まして、お焼香を、あ、この話知ってる。あ、そう、この話知ってるよ、100万遍聞いたよ。お焼香食べちゃったっていう、で、オチがご愁傷様でした、ごちそうさまでしたと思ったっていう、もう完全パッケージの話ですからね。ペンネーム、ハルーテイお肉。子供が急にこっちを振り向いて、お母さん、今度は押さないでよ。絶対に押さないでよ。本当にこれ押しちゃダメだからね。押すなって言ったら押しちゃうともう全然怖くない。ちょっとも怖くない。ということで、夏ゆるい恐怖からと。さあ、続いてチャレンジャー。さあ、それでは、じゃあこの勝ち抜いたようこそ嘘日本カルタ他行に対抗する来週の挑戦者を発表しておきます。戻ってきました、こちら夏ゆるい恐怖カルタ。夏ですからね、もう一チャンス上げておこうかということで家業まで行ったんだよね。一回勝ち抜いて家業で負けてるんでまた家業からなんですけど、例題を振り直しておきたいと思います。ペンネーム風呂敷。き聞こえるだろう、ほら、レベッカのフレンズの途中に、インキーンって。怖くなくなるな。お化けの声も何か入る文言によって全然怖くなくなりますね。ペンネーム男女4人の笑い声。夏ゆるい恐怖かるた家業はこんな感じで書いてください。例題です。か、鏡の前で午前4時44分に、青酸カリを飲むと死ぬ。もう死にますけどね、死にます、怖いですけどね。
そんなところですかね、いっぱい読んじゃうのもったいないですけど、もう一個ぐらい言っときますかね、ペンネーム100点スーパーマーケット、恐怖新聞を読むと寿命が100日縮んでしまう、でもコボちゃんをついつい読んでしまう恐怖新聞に4コマ載ってんの面白いけどね、しかも角田二郎先生が書いてないっていう、他の人が角田二郎先生のあの感じの絵の4コマだとそれも怖えけどっていう、うん、上田正史さんがもしくは田中翔さんが切符くんでおなじみの田中翔さんが書いたら嫌ですよね、夏ゆるい恐怖カルタの募集するのは家業です、まあなんていうんですかね、あのいわゆるこう怖い話の雰囲気で結局ちょっと腰砕けな怖くない話をいただいて、長えな、そうやって考えると。さあ、それに対して、ま、何回目かの挑戦ですけど、あ行の壁をなかなか越え、あ、家業なんだ、今回家業、ごめんなさい、あ行の壁は越えてると、はい、夏ゆるい恐怖カルタ家業です。夏ゆるい恐怖カルタ、ペンネームそれゆけマングースなのか、鎌を持った男がベッドの下に隠れてるけど、外はゾンビだらけだし、目の前に落ち武者の霊がいるし、日本人形に首絞められてるしで対処はできないいやいや怖いけどね、怖いけど、こういわゆるこうじっくり怖がれない感じっていうね。だからさ、普通にさ、その実はその時ベッドの下に鎌を持った男が隠れていたのですって言われるとゾゾッとするけど、その時ベッドの下に鎌を持った男が8人隠れていたのですって言われるとおい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 っていうその感じですよね。そして押し入れの中にも6人、そしてガトリングガンを構えた男がおいおいおい大ごとで、戦争だよ戦争だよもうっていう、ペンネームニシンが出世か、金縛りで体が動かないと思ったら寿命だったあー金縛りこあ98だしなそうか ペンネーム悲しい噂か、鏡を見ていたら耳から白い糸が出ていることに気づき、恐る恐る引っ張ってみると万国旗が出てくる出てくる急に面白いやつですよね。ペネムミジンコ35か、片田舎のボロ旅館に泊まったらさ、薄暗くてジメジメしててさ、客も俺しかいなくてさ、もう心臓止まるほど驚いたのがさ、こんな旅館でTポイントカードが使えたんだそっちなんだTポイントカードお持ちですか、使えんのこんな感じで使えんの、あっそうな、 1% 分たまんの、あっそう端末出してきちゃって裏から端末出してきちゃって、下からあっそう、その日本人形の棚に端末入れてんの、いつもそうなっつって、ペンネーム新マキウスなんか、木牛刀、でっかいナタみたいなやつね、牛刀片手にヤマンバがピーチジョンのランジェリー姿で追っかけてくるなんだよババアお前よ、なんなんだよババアよ、ちょっとよエロかわいいやつ、エロかわいいやつ来てんだよお前、色気ついてんじゃねえよババアよ、ペンネームチャオズ、キ教頭先生が女子トイレに仕掛けた小型カメラにはっきりと花子さんの姿が出せねえよだ、教頭もびっくりしたろ、これ子供たちの間の噂、と思うけど出せねえよ、ペンネームラッパーザギバチョキ、肝試しで入った廃墟の学校、二宮金次郎の像に何か違和感を感じる、私は気づいてしまったのだ、読んでいる本が
三木亮介のダイエット本だ。そう考えると三木亮介の足の速さもすごいよね。すごい。あ、いや始めようかな。ね、今何始めるって俺今始めるとしたらビリーザブートキャンプかフーだと思うんだよね。どっちかだな。ペンネームモポコロニョータ。暗い夜道を一人で歩いていると背後に不気味な気配が。振り向くと髪の長い人影。よく見ると DJ コーが。なんだろうね、 DJ コーのあの感じですよね。今すごい DJ コーさんがいろんなバラエティで重宝がられてますけど、どうなんでしょうね、その辺でいつもどうなのかな、あの熱狂した人たちはどんな感じなのかなっていうね。俺の中でですよ、俺の思ってた DJ コーさんと共演してみた時の追いすぎじゃねっていう感じすげえしますけどね。ペンネーム山伏の息子く、口裂け女が重心サンダーライガーのマスクを取って私綺麗いやマスク取るけどあんな派手なキラキラのやつ、キラキラで角あるやつで最初私綺麗だよね、その後マスク取るんだよね。もう重心サンダーライガーの時点で私綺麗って分かんないよね。重心サンダーライガーだからかっかっこいいかなぐらいのやつですよね。これでもってなって怖いんでしょうね、きっとね。ペンネームステイモアダンカン、く、首のない少女が自分の首を探して夜な夜なさまよっているよ。横山のやっさんがメガネを探すのと全く同じ動作だよ。急に楽になるよね。なんだろう、急に楽になるよね。怖いままなんだけど。ペンネーム目指し、け、消しても消しても壁のシミは消えない。それどころかだんだんシミが広がって最近では人の顔に見えてきたような。そんなある日のことです。この強力ジェット噴射で壁の奥の髪まで除去できるスプレーを使うと、なんと、うっせえよ。途中から通販のやつでしょ、損したことあるんでしょ。左上に電話番号出て、あーこれ感動してる場合でも怖がってる場合でもねえわっていう。今なら2本ね。ペンネームみじんこ35、このファミレスって元は墓地だったとこに立ってんだって。ろくに供養しなかったせいでいつもドリンクバーの調子が少し悪いんだ。その程度の呪いなんだ。ペンネームにしんが2世、こんばんは森進一ですと書いては、あ、こんばんは森進一ですと言ってはいるが、携帯の画面にメリーさんと出てるのでバレバレだった。メリーさん出て切られちゃうからと思って。ペンネームこの蛇きれい、肛門にピアスの穴を開けようとして鏡で見たら白い糸のようなものがじゃねえ。ラストラジオネームウルトラマンキダ太郎、郷ひろみがジャケットをバサバサやって100本目のろうそくを消すと百物語の最後にバサバサやって、アーチーチーアーチーチーのやつ、アーチーチー全然怖くねえ、逆パターンのやつ、ね、なんだよ怖くねえじゃんと思ったらもう郷ひろみがバッサバサやってプッて消えた時に霊出られても、そこに郷ひろみいるしね、郷いるし、どうしていいかもう分かんないですからね。さあ今日はこれ名勝負なんじゃないでしょうか。ほんでは王者からいきましょう。夏ゆるい恐怖カルタ、作業ですね。ペンネーム目指し、さあはやっぱりこのネタが多い。貞子がテレビから出てきてずるりとなったところがちょうどルンバの上だったので、部屋の隅々を巡回してからこっちに来る。あの上にドサって行ったんだろうね。でその後クーって行ったんだろうね、ずっとね。で身を任せてたんだろうね、あいつはあいつで、ね、ペンネームウルトラマンキダ太郎、貞子が
井戸からゆっくり這い上がり、いよいよ姿が現れようとしたその時、重ね撮りしていたクイズ世界は商売が始まるっていう。よっぽど伊集院はそのビデオが印象深いんだろうなっていう風に言われれば、まあ否定もできないんですけど、ほんとね、昔その昔って言っても20年ぐらい前だと思うんだけど、リスナーの人が送ってくれた、舞の海が発想飛びってもの、あの立ち合いの時にこう飛んで変化するっていう発想飛びっていうのをやった取り組みの VTR を送ってくれた人がいて、でそれがプリントごっこの説明ビデオの爪が折ってあるやつ、今の人爪が折ってあるも分かんないかもしれないけど、ビデオテープを上書きしてその発想飛びのシーンが入ってるんだけど、その取り組み自体すぐじゃん、もうすぐだから短くて、でその取り組みが終わるとその後にエロビデオが、だからプリントごっこのテープにエロビデオをダビングして、そのダビングしたテープがいらなくなって発想飛びを取って俺に送ってくれたらしいんです。でそのもともと説明ビデオだから大した分数じゃないんだけど、そのエロビデオが超エロいんだけど、タイトルもわかんないし、女優さんもすっげえ綺麗な人なんだけど、なんかね、未だにそのビデオテープはどっか行っちゃったんですけど、なんか上書きしたこう番組が終わって途中から始まるみたいなことのエピソードが何かで入ってくると必ずそのエロビデオを思い出すのです。ペンネーム富士し死んだはずの歌丸師匠が未だに笑点で司会を務めている。死んでないから、死んでないからね。これ同じ人かな。そうにもその新世界を聞いていたら死んだはずの A 六輔さんがって書いてあったんだけど、死んでないからね、全然ピン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 してる、すげえジャンプ力だわ。見てねえな、跳ねてんの見たことないな。ペンネーム男女4人の笑い声、し人面相が俺よりイケメンってどっちがそうなんだっていうことになっちゃいますね。顔の首筋あたりにさ、俺よりすげえイケメンの人面相ができる気持ち、ね、どっちを切除するかって話になった時にこれ負けんなっていう気持ち。ペンネーム藤井菊一郎、氏少女が悪魔の笑みを浮かべながら首を180度回転させたところで、画面の下にこの少女は特別な訓練を受けていますので一般の方は決して真似をしないでくださいとテロップが。やりかねませんよ、映画的な演出ですみたいなさ。であのまま階段降りてくるところもさ、階段はきちんと立って前を向いて降りましょうって出かねないですからね。前も言ったっけ、なんかさ、いろんなその刑事ドラマとかでさ、シートベルトを後ろの席のやつがやらされたりとかするじゃん、前も今やらされてるとかするじゃん、すげえなって思うんだけどさ、人殺してんだぜドラマの中で犯人が人を殺したりとか銀行襲撃して出てきてるのに、シートベルトはするっていう考え方ですごくない。その抗議する人も、おいおい、あれシートベルトしてねえじゃねえかっていう、こうその前に銀行を襲ってるじゃねえかっていうことに関して全然スルーっていう。でそうなってくるともう全てのことを書かなきゃ、銀行は襲ってはいけませんっていうことから全部書くのかっていう感じだし、全部そこを正していくと悪者ってもう出ないのかテレビっていうね。し同じくペンネーム藤井菊一郎、13日の金曜日はお客様感謝デーにつきイオンカードの提示で全品 5% オフだった。ペンネーム十字路、スペシャル番組でメリーさんを完膚なきまでに攻める今井。いやさっきからあの今あのすぐ近くにいるのって言ってますけども、近くって何メートルぐらいですか、何メートルぐらいですか、なんでこの電話番号知ったんですか、なんで何度もかけてくるんですかって、あのさっき着信拒否にしたはずなんですけども、なんでメリーさんはあのうちの電話番号何度もそれアクセスできるんですかって、お願いしますお願いします。あの、もともとこの電話番号を知ったいきさつ、これ僕の個人情報なんで、見たやつをメリーさんにずーっと言い続けるっていう延々と。
ペンネーム目指しすすーっと窓の外を人の顔が横切っていきました。しかしここは5階、この高さを人が歩けるわけなどないのです。さてはおならでホバリングおじさんの仕業では。なんかそのさ、なんつうの、常識を超える不思議な能力を持ってるって意味では、お化けもおならホバリングおじさんも変わらないんだけど、おならホバリングおじさんは大丈夫な感じがするよね、なんかね。おならホバリングおじさんのペンネーム、ハンブルグダイナゴン。せ、先祖代々屋敷に伝わるという呪いの掛け軸、何でも鑑定団での鑑定額が1000円。まあまあ呪いとも別だからね、むしろ呪いが本物だから1000円になっちゃうところだってありますからね。1000円、1000円、ね、でしかもお殿様がカレーライスを食ってる絵ですからね。1000円で全然何のもうなんか息もおつもないっていう。ペンネーム寺尾正樹、これ新しいですよ、怖い、恐怖でいうと新しい。せ、全身に怪我を負わされ身動きできない作家に、彼の熱狂的ファンの女性が結末を書き直すように迫る、まあ、ミザリーからのですね、結末を書き直すように迫る。天保先生、4コマ目のくの市をもっと母音に書き直してください。熱狂的な人いたなみこすり反劇場の熱狂的な、最初は天保先生も女性ファンがいるんだと思ったら、そうなんだっていう、最後の背中に当たってますよっていうセリフをもっと太い字で書いてほしいとか、そういう、そうなのっていう、パイエを書き出してください。いいね、なんかその恐怖もやっぱりさ、それまた文字の制限もあるから恐怖のバリエーションもなかなか難しいですけど、まさかミザリー出てくるとはね。ペンネームみじんこ35、そっと目を開けるとヤマンバが俺の特徴小太りメガネをクックパッドで検索していた。空気なんだな、俺を空気だって意味では包丁研いでる方が怖いな。包丁もう何度も研いだってクックパッドでさっさってずーっとやってんだもんね。さっさやってんだもんね。ペンネームドクターラオ、その村は地図にも載っていない山奥で、インターネットももちろん通っていなく、とても閉鎖的で暗いしきたりがあるため部外者が立ち入ることなどできない。ただ唯一のおもちゃ屋に妖怪ウォッチが山積みだ。マジでっていう。マジでって、そうか、穴場だって、トイザラス全部行ったけどっていう。むしろ仕入れの量よりも出ていく量の方かっていう。ペンネームたけし君やけに、はい、ゾッコンラブのイエモンにディスられ、激横プンプン丸のお岩がちょべりばな倍返し。ムカつくね。ラスト、怪盗ゴリラ天狗、ゾンビなのに地頭がピカピカだ。そこは綺麗なままなんだ、超綺麗じゃんかそこだけっていう。いいですね、いろんなバリエーションで、ね、勝てば次は、まあ、立ちつてと、血まみれとかありますからね、なんかその恐怖の感じのワードがあります。